岩手県の、宮古にいます。宮古って宮古島の宮古と同じです。宮古市ということで、この東日本大震災が起こった際にこの地区ね、まあ、昔からこの地震が起こった際ってこの地区太郎地区ってところがかなり被害を受けているわけだけど、その中でその一つ津波以降という形で今もうね、今日は令和2年2020年の11月の17日ですけど、震災以降という形で残してます。もうすぐ10年からまだ護岸工事がまだ終わってませんけど、今まだやられている時ですからね。でこのホテルに関しては、マグニチュード 9.0 だから強いよね。地震のいわゆるその震度は5強で、まあ、全然問題なかったんだけど、問題だったのはやっぱり津波ですね。太郎観光ホテルは1986年に建設するということで、市民や観光客を優先施設と営業されていましたと思います。で、3月11日東日本大震災で高さ17メートルって結構な大きさ、かなりの大きさだったんだけど、と言われる津波のものすごい高さなんですよね。で、2階までは柱を残して流出したってことが、それ以外は2階分でも柱はね、まあ、鉄筋コンクリートだから丈夫なんだけど、他も、まあ、いわゆる津波の恐ろしさを知るという意味でやってるわけです。だからここが今2階部分がこういう全部流出しちゃったんですよ。でそこの4階ってはそこですよ。17メーターってそんなもんすごいですよね。だから怖いですね。だからこれは立派な建物だからよかった。しっかりと、鉄筋コンクリートですよね。下まで杭打ってあるんで建物としては倒壊するってないんだけど、やっぱりそこのところの内部がね、4階まで来て3階4階大丈夫だったんだけど、水が来てもね、2階1階2階流出してしまったというか、ね、怖いですね。その当時のままで残ってるということです。海岸が向こう側にあってということで、そこのところ今まだ護岸工事を行われています。やはり高ければ高いほどいいのでね、また地震があったら、大きな地震があったら来ますので、その中でやっぱり極力抑えるということで、まあね、多くの方々が、尽力されています。こちら側行くとね、だからここら辺があって家全部流されちゃってね、向こう側のところを見るとあそこのところが高いところにあるから、あの辺りはまだ大丈夫かな、ね、あそこもなんかちょっと新しいからあれば、高ければ高いほどいいんだよね。だからここの地区っていうのは、太郎地区っていうのは昔からやっぱり被害に遭っているところであります。100年以上三陸の、ね、地震なんですよ。から見ていただくと、このところで1階2階部分がありますよね。で3階4階まで水が行ったと言われています。その17メーターというので、1階がもう完璧にもうなくなっちゃってるんです。で3階の部分が右側もああいう感じになってます。で4階はなんとかまあ中大丈夫だったんです。中っていうかそのガラス割れたりとかしなかったんだけど、まあ、2階そして3階部分までですね、まあ、あとは4階、5階6階部分は大丈夫だな、丈夫かな、結構厳しかったなって感じがします。そう考えるとあのところまでね、行くと思うと自分の何倍だっていうね、6倍7倍ぐらい17メーターで、だから17メーターって10倍ってことか、10倍9倍10倍ぐらい、こんなのが来るってすごいね。サーフィンとかやってる人だったら大体波が分かるじゃないですか、 1.5 とか2メーターとかね、まあそれでも 2.5 とか怖いと思うんだよね。7メーターって相当なものだなって感じがするんだけど、その中でまあちょっと津波の怖さを知らせるためにということでこれを残しているんですね。だからこういうところがあったらどこに見えるかというと、こちらのね、あっちの道ですね、山があるんで山にこう逃げてきたんですから、高いところに行かないとダメですね。まあ、ここだったらまだいいとして、そこで下にいたらわかるんですけど、これだって丈夫だけど流されない保証は 100% ないですからね。だから極力やっぱりもう奥にやっぱ逃げていくことがやっぱ重要かなと思います。
堤防ですね、今もう震災からもう10年近く経ちますけど、まあ今の今はこういう感じで放置していて、しっかりとしたものを作ってますね。まあ次また地震があったで必ずまたね津波が来ますから、その中でまあ最低限の抑えるということで重要なのかなって感じがします。もちろんこの辺りにあって家とかね、まあ、流出しちゃって他の方が引っ越されてると思うんだけど、新しいそういう工場とかできたりとか、その上の方に建物ありますから、その意味ではやっぱりこういった護岸工事っていうのは重要だなと思います。これはここのいわゆる東日本大震災で受けた、市が受けたところだけじゃなくて、多くのところです、日本各地ですね、これから地震が起きそうなところに関しては海岸沿いで護岸工事が行われているっていうのはね、この東日本大震災の教訓として、ね、学んで、各行政がやってる感じです。